あたふたうみゲームズを楽しんで、ヘイ！こんにちは、あたふたうみゲームズの部屋へようこそ。今回はですね、2020年8月25日に日本版正式リリースとなりました女神ヒストリアをやっていきたいと思います。こちらの最新スマホアプリゲーム女神ヒストリア、前日から先行ダウンロードが可能だったので、私ルミネもすごくワクワクしながらスタンバイしていました。 3D 爽快バトル RPG ということで、映像も本当に綺麗でいいですよね。今映ってるマルコポーロもすごく可愛いキャラなんですけど、神話の神々や童話の主人公、歴史の偉人たちがキャラとなって出てくるので、すごく分かりやすいですね。ストーリーも王道ファンタジーといった感じなので、ものすごく分かりやすいなという印象です。でもね、ゲームやり込んでる方からしたらそんな特別感がないのはデメリットかもしれないですけれども、とっても分かりやすいのでね、私はすごく嬉しいです。そして初心者の方もね、すごく入りやすいゲームとなっているのではないでしょうか。ぜひ皆さん試してみてください。そしてメガヒスをですね、事前登録してたんですけれども、こちら事前登録者数によって豪華報酬プレゼントがあるというのが熱いですね。事前登録者数50万人突破したということで、全ての報酬がもらえるのが嬉しいです。それでは初めてのゲームということで、10連ガチャを引いていきたいと思うんですけれども、キャラに水や火といった属性があるので、同じ属性のキャラを3人から5人パーティーに編成すると属性ボーナスがもらえるそうです。その属性のことも考慮したり、あとは一緒なら2倍強いというキャッチコピーにぴったりなんですけれども、連携技があるということで、連携スキルを考慮したり、うまく編成していきたいですね。そして全てのキャラがね、限界突破をすることで SS級まで上げることができるという、すごく可能性が広がるゲームです。初めはレア度の低いキャラでも自分の好みで、上げていくことができるって嬉しいですよね。と言いながらも初めはやっぱり SSR で、強いキャラを持っていった方が周回がしやすいので、ぜひ SSR の強いキャラを初めから当てていきたいなと思います。それではガチャに挑戦していきましょう。その前に、チュートリアル中にゲットできたキャラはこんな感じです。主人公にホームズ、キューピッド、そしてマルコポーロちゃんです。この可愛いマルコが結構ゲームのことを説明してくれたので、すごく分かりやすかったです。それでは今回の本題のガチャに行きたいと思います。ガチャがですね、この下のところにある召喚がガチャになりますね。こちらです。おー、属性に分かれてる。安倍の生命、なんかこの世界の偉人たちの中に日本人見つけると嬉しいですね。特定のキャラの提供割合が多いガチャからまんべんなく出るものがあるんですけど、どれにしたらいいのかな。皆さん、あ、これは装備、これは友情召喚。うん、どうしようかな。私的にはやっぱり一番強いのがドラキュラでね、出てるので、ドラキュラを狙っていきたいなというところなんですけど、 0.880% ですね。1% にも満たないんですけれども、こちらに決めていきましょうか。それではまずはタロット1枚から。1回目、フェンリル。お、一発目から来てほしかったんだけど、やっぱりこれは10連で SR 以上のキャラが確定ということなんですよね。それでは10連を引いていきたいと思います。ドキドキする。はい、おー、あ、この黄色い光が SR。 お、レインボー出た。レインボーが SSR ですね。まずはロビンフット、かわいいです。そしてガウェイン、言いにくい、ガウェインです。至ってノーマルな感じ。そしてシェイクスピア、かの有名なシェイクスピアです。
を SR がキューピッド持ってます。持ってるのでかけらになるのかな。そして SR メデューサ、美しい、セクシー。さっきのチュートリアル中にも出てきたね。そしてミシュラン、あ、かわいい。フォークにケーキが刺さってる、食べたい、美味しそう。そしてガウェイ、また出ました。よく出そうな顔してますね。そしてフェンリルもまた出ました。そしては嘘、この顔は嘘でしょ、ドラキュラー、やったー、すごい。第1回目から一定狙いの SSR ドラキュラをゲットすることができました。しかもめっちゃかっこいいじゃん。手に持ってるのは血でしょうか。怖い。いやー、ちょっとこれは強いですね。はじめ回りやすいですね。今回リセマラしないでいくつもりだったから、本当にいきなりいいのが来て嬉しい。そしてアンヘル、これで終わりかな。結果はこんな、なんだこれ、イザベラからのお願い、ここは高評価って応援でいいのかな。はい、今はしないということで、こんな感じのラインナップになりました。すごい嬉しいです。それではね、最後に1枚も引いていこうかな。決定が左にあるんだよね。ミシュラン、どんな風に戦うんだろう。ケーキ使うのかな。今回の引いたガチャなんですけれども、ミカエルも確率高かったのでミカエルもいいなと思ってたんですけれども、本当に一番欲しかったドラキュラをゲットすることができて本当に嬉しいです。さらにこのゲーム進めていくのが楽しみになりました。お、これは引けるやつちょっと引いていこうかな。こんな感じで毎日無料で引いていける感じですね。嬉しい。今回もルミネは無課金で、無課金を貫いて楽しんでいきたいと思っております。今回新しく始めたゲーム、女神ヒストリア、メンバーも揃ったのでまた配信していきたいと思います。ルミネはこのアタフタルミゲームズを通して、アタフタしながらもこのゲームの楽しさや面白さを配信していきたいと思ってます。事前登録者数がね、50万人以上ということで、たくさんの方がプレイしてると思うんですけれども、皆さんは初めの10回のガチャ何が出たのか、ぜひコメント欄で教えてくださいね。お待ちしております。それでは皆さん、また見てください。大柳、大柳ルミ子のオフィシャル YouTube チャンネルを最後まで見てくれてどうもありがとう。私の動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。おすすめの動画はこちらから、出演情報はブログにて更新中、概要欄のリンクからどうぞ。それではまた見てください。おー。